修理日誌です。あのエレベーターは上の階に行けるみたいですが、予備用パーツの交換が必要です。エレベーターの修理会社の住所が書いてありますね。そこでパーツを入手できると思います。ええ、怪物は行方不明になりましたし、まずはエレベーターの修理を優先しましょう。私の指示に従ってください。私の指示に従ってください。行動開始。この一帯は市の中心部だと思います。誰もいない建物ばかりだし、あちこちから水が染み出てる。ここの住人たちは無事セントフォンテーヌを出ていたらいいんですが。行動開始。アルティメットブレイド完全解放。隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。私の指示に従ってください。収束モード。索敵に集中してください。急ぎましょう。行動開始。バイクがあればいいんですが。作敵に集中してください。行動開始。0019。了解。アルティメットブレイド完全解放。燃やし尽くせ。
了解。見つけた。日誌に書いてある型番と一致してるよ。急いで戻ってエレベーターを直しましょう。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。この任務、思ったより簡単じゃ。